北斗武装の止め打ちを1日で初心者は覚えれるのかと。ラウンドベースが高かったら1万円差し上げます。本当に What's poppin? 今度です。完璧です。あ、どうも。今の知らないですか？知らない。今の知らない。今僕が一番熱いと思ってる英語系の YouTuber 知らない？知らないです。みっちゃんさん、せいけさん知らないですか？知らないです。知らないですか？ What's poppin? っていうのが流行ってるんですけど、はい。というわけで今日ですね、まあ1日打っていくんですけど、乗り打ちで打ちたいと思います。はい、はい、紹介します。タンタン、はい、タンタキさんです。はい、はい、ありがとうございます。はい、今地域活性化のコスプレイヤーやってます。福岡のコスプレイヤーだそうです。はい、はい、ありがとうございます。まあと言っても僕は東京で知り合いですね。はい、東京で知り合って、パチンコ一緒に5回ぐらい東京で打ってますね。はい、はい、ただ、まあ、僕はタンタンをね、はい、ちょっと一流のパチプロにしたいと思ってますんで。初めて聞いたんだけど、はい、東京にいた時は、まあ、保留さんになったら止めてねとしか教えてなかったんですけど、はい、保留さんで止めるゲームです。いや、それだけじゃないんですよね、パチンコは。はい、今日は北斗無双、まあ、テーマとして多分北斗無双打っていこうと思いますんで、まあ、この間 U タイムも教えたんだけど、はい、U タイムちょっとデータ見たけどそこまで上手いタイムはないので、はい、まあ、北斗無双に絞りましょう今日は。お、わかりました。はい、北斗無双の止め打ちを1日で初心者は覚えれるのかと、テーマで今日やっていきたいと思います。はい、はい、頑張ります。はい、まあ、で動画送ったけど覚えた？なんとか。はい、ちょっとどんな感じか言って。なんだっけ、あそこに、はい、タイル入った時のパカパカする電柱、まあ、電柱、そう、よく分かった。覚えた。電柱が、はい、左がなんとかこうしたついたら、6回入って、はいはいはい、右がついたら5回入って、はい、っていうとこ覚えました。あ、素晴らしい。はい、はい、あとは、まあ5回1セット、あ、5個入ったらリセットだからもう1回1からみたいな感じだからね。うん、5個入ってリセット。そう。で、ピカピカするからね。ピカピカ？なんか、そう、もう1回。ランダムみたいな。もう1回、そう、左か右か、右かって感じだから。Okay. そこに1個ずつ合わす。あと、開放タイミングも微妙に違うからね、5回と6回の。あの、まあ3回目がちょっと早くって、5回目がちょっと遅くって打つって感じなんだけど。知らなかった。嘘、動画は全部一緒だったのに。いやいやいや、それはないね。うん、えー、それをちょっと打ちながら、まあ、まあ打ちながら試行錯誤していけばいいかなと、はい、いう感じです。はい、分かりました。まあ、ぶっちゃけね、北斗武装ね、あとね、4ヶ月ぐらい打てなくなるのよ。嘘、なんで？いやもうね、北斗武装全部撤去、なんか規制であんのね、しなきゃいけないのよ。だから今更覚えてもっていう感じはあるんだけど、今更覚えてもあるんだけど、ただ、まあ、北斗層の止め打ちができるようになったら、はい、まあ、大体他の棋士の止め打ちも、もう何がどういう解放パターンが来ても簡単にできるようになるから、うん、自信になるから、はいはい、まずそこを、まあ、いきなり覚えてるのかなりスパルタだけど、はい、今日一日でちょっとマスターしてください。かなり無茶なこと言ってると思いますけど、頑張ります。はい、はい、お願いします。ということでお願いします。はい、ビシビシいきます。はい、でちょっと僕朝一で U タイム走ってたらごめんだけど、え、U タイムのいいタイム、まあまあなるべく無双一緒に打ちましょう。はい、ここで、はい、お願いします。じゃあ行ってきます。はい、行ってきます。はい、どうも、抽選が終わりました。はい、はい、抽選番号どうぞ。33です。これは相当いいですね。多分600人ぐらいいるのかな。お、相当いい番号です。はい、で僕229番。イエーイ、勝った。はい、もう今日北斗武装に絞ろう。はい、よっぽどの U タイムがあったらもう時給っていうか期待値1万個するだけ U タイムがあったらちょっと打っちゃうかもしれないけど、もう本当なるべくもう北斗武装一本でやっていこうと思います。わかりました。泣く泣くですけど、はい、はい、頑張ります。はい、でさっき、まあ、並んだ時にラウンドベースっていうのを測ってほしいっていうのを教えたんですね。何ラウンド来た、何ラウンド来たっていうのをメモして、で最終的にその割る獲得した出玉に対して割るラウンド数をして、1ラウンドあたり平均何個取れたかっていうのを出してほしいと、うん、それまあ取られる人が教えます。はい、はい、分かってるよ。でも分かってないですよね。はい、で万が一僕よりラウンド数ちゃんとしっかり取れててね、ラウンドベースが高かったら1万円差し上げます。本当に？はい、やったー。初心者がね、僕より取れるのかって言ったら、取れたらすごいですけどね。やったー。はい、もらった気分です。金で吊る式できます。金で吊る式で、はい、吊られます。教えます。はい、
ということで頑張って止めちゃってください。はい、頑張ります。はい、はい、じゃあお願いします。はい、はい、ということで今食事休憩に来てます、はい、で、2人とも無双を打ってます、はい、で、今まあ、あのポッカー友達2人が前にいます、はい、2人とも無双打ってて、トランで打ってんだけど、まあ、で、今のところまあ状況言うと、タッタが4回当たり取って、僕が7回かな当たり取った感じですね、はい、で、さすがプロ、いやいや、そこはあのどうでもいいんだけど、トランなんだけどあの、で、タッタは、まあ、飛び打ちやろうとしてたじゃないですか、あれ見ててびっくりするぐらい一生懸命あの頑張ってやろうとしてるのが見てて、あの面白かったんだけど、そうめちゃめちゃ頑張ってやろうとしてるのに、それに対して全然できてないっていう頑張ってるよ、ギャップが面白すぎて、はい、すごい真剣に勉強してきましたよ。いや多分ね、もうタイミング、まあ、前の2人もね、そう苦労してたよね、多分ね、特にうちね、そうです、最初は、はい、あの初心者だからさ、ちょっと笑うやん、そんなちょっとギャップが面白い初心者だからさ、もうタイミング以前の問題で多分一個ずつ打つってのができないんだもん、だってこういう感じでいつもが一個いっちゃうんだもん、そうですね、10万円あげますって言ったんですけど、10万円でよかった、10万円でいいですか、はい、10万くれるんですか、あのタンタンが今、今日、140、ちゃんとパカパカを抜いて 143.5 だったんですよね、ランドベースが1万円でさっきやってたじゃないですか、で僕156ぐらい、113、はい、すみません、まあ、そのくらいの差があるってことで、はい、はい、頑張りました。1ラウンドで13個の差があるんですね。まあそうですね。はい、はい、まあ、まあ、標準できるようになるのかっていうのはね、果たして標準できるようになるのか、155まで上がるのかという。まだ昼間長いんで、はい、成長型なの。成長型、ありがとうございます。てかマスク、あのポチンコチだからそれしてるんですね。そうですね。撮るの忘れてました。集中して。いやいや、いいと思います。プロ意識高いなと思いました。はい、そんな感じで、じゃあ。コスプレ中なんで。コスプレイヤーなんでよろしくお願いします。はい。じゃあ頑張りましょう。はい、頑張ります。はい、はい、ありがとうございます。はい、というわけで、カノ終わりました。はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様です、ね。本当はもうね、夕方6時ぐらいに上がろうって言ってたんですけど、ね、特段別にめちゃくちゃ言いたいってわけじゃなかったので、結局、夜9時まで打ってましたね。そうだね、はい、もう11時間近く打ってた形か。で、まあ、一応2人の収支から報告するか。はい、お願いします、はい、僕らの今日の収支はプラス 44,791 円ですね。おー、やった。おー、よかった、勝ちですね、はい、やった勝ちました。マジ厳しい展開だったけど、最後タンタン何連チャンしたの？11連チャンしたよね。12連チャン、一撃2万発やった。最後の最後に北斗武装の楽しいところ見えたね。見えた、もうレこれレアだよって言われてるのを頑張って聞いて、ああ前回転ね、前回転、はいはいはい、今日タンタンもね、運指、まあ、運指数良かったね。本当、あのっていうのも、あの全部ラッシュ入ったからね。うん、あの言っとくけど、全部最初の当たったり奇数の赤ずかで当たったけど、あれ 50% だからね。
50% で 50% 単発だからね。あの4ラウンドになるやつ、そうバンバンって出てくる4ラウンドになるやつね。え、じゃないの、あれなんか赤のやつでラッシュになる時になら、なんかこうマークみたいなのが出てくるやつでしょ。ああ、はいはい、ちょっと何言ってるか分からないですけど、いや、でも本当に赤疲れで最初ずっと当たって、うん、最後の最後に単発の青疲れで当たったんだけど、うん、だからあれはね、時短っていうやつで、チャンスタイムで普通に100回しかないのね、100回しかなくて、それを320分の1で当てようぜっていう結構無理ゲーな感じだったんだけど、うん、それを引き戻したからね、お最後に、なおであの、あれだよね、そう先制攻撃みたいなやつ、ファルコンを倒して、うん、ファルコンもそこまで強くないし、図柄も確か2とか4とかグスグスだったから、さすがに無理だと思ったけど、うんうん、それを突破したから。あの時だけ300その何分、そう20分の 1, 1、そう先制攻撃があったわけじゃなくて、あそういうわけじゃないですね。あ、そうなんですね。各編中最初の 50% 引いて、うんうん、だったらもう各編になるね、もしくはその時短中に引き戻した当たったから、うん、もう一回確変になったっけ、もう一回確変になったっけ、はい、はあ、はい、奥深いですねそう、こんな初心者ですよ、こんな初心者に今日僕は、止め打ちをできるかっていう感じで教えたんですけどそれがね、それが本題ですからねはいはいはい、まあ結構月とできなかったと、はい、できる、いや頑張ったよ、頑張ったよ、いや頑張ったのかどうでもいいんですよ、頑張って、いやできるかできないかだけなんで、あの結果が全てなんで、いやマジでね、あの何めちゃくちゃさ、僕最初僕が当たって、うん、あの見ててっつって、めっちゃ真剣に見てさあ、こういうタイミングかみたいな感じで、いざ自分が当たってやって、めちゃくちゃ緊張した思い時代で、よし行くぞっつって全然できてないから本当笑いの振り落ちかと思ったよね笑いの振り落ちかと止め方わからんで、ボボ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 もうちょっと動画だったが飛び散ってる子が一応流しね、撮ったからちょっと流してきてる、いや何なんだろうね、いやだあれは、いやあれはでももうちょこっとだけ上手くなったってくれて、最初がすいやずっと変わらない、ずっとあんなもんだったけど、いやそもそもね、あのね、電池1回1個開くのに対して2個来てる時点でね、基本的には間違いなんですよね。そうなの、でもあの時さ、ちょっと打ちながら思ったけどさ、うん、あれなんでプロとしてこれ2個入れないんだろうって、いやあ刺さって入る時あるじゃん、たまに、まあ、めちゃくちゃうまい、できすぎてるプロで、うん、あのひねり打ちで2個合わせる人みたいな人、バカみたいな人はいるけど基本的には1回に対して1個しか合わせないから、それなんかガバガバで切れるとか、でも目だけは超神経みたいな感じで、何置きみたいなね、はい、はい、感じでしたね。難しかったです、あれは。まあ、難しいね。まあ、初心者にやるなんてのは無茶だったね。あのいや、僕、初めて北斗武装だった時に、僕はよ、一応、自慢じゃないけど、初めてラッシュ入って、もう最初の当たり、まあ、何連ちゃんかしたその当たりでもうできるようになったからね、うん、もうほぼできるようになったから、本当に、はいはい、あれは、うん、いやだからいけるかなと思ったんだけど、それはないよ、いやそれは僕が今までいろんな台を打ってきて積み重ねて、なんか銭形平次のなんかあの左右台を右でなんか左行ったり右行ったりとかいろいろ難しいのもあって、うん、そういうの積み重ねてきて北斗武装だったから、まあ、できるようになったけど何も知識ない初心者にやってっていうのは無理だっていうことが分かりましたね。本当だよ、何もやったことないもん、ね、まさに段階の飛び越しでしたね、はい、まず最初はもっと簡単に決まるからさ、一個ずつ一個ずつ打ってみたいなさ、うんうん、そこからのスタートでしたね一個ずつ一個ずつ、ね、もう、はい、どれが簡単なのいやゴジラのアマネジとかさ、まあ、そういうのは結構簡単なんですよね、はい、そういうところからやっていけばよかったと。難しかったですね、もう開くと同時に止めてましたもん、ね、開くと同時に止める、あの電柱開くと同時に、なんかこう、うん、電柱を私が動かしてるかのごとくやってました、はいはい、あと僕が今日教えたことでさ、あの、うん、あこういうことかって思ったこととかちょっとさ、アウトプットしてよ、ちょっと思ったこと、うん、あの、なんか身についたこととかさ、いろいろ教えたじゃん、うん、ブトムソの仕方で、
ちょっとアウトプットしてみてください。アウトプット、ちょっと急だから今ね、いっぱいあるんだけどね、はい、いっぱい教えたからね、いっぱい教えすぎて多分パニックになったじゃない。確かに初心者に教えないようなこといっぱい教えまくったんで、はい、確かに。まあ今日一つはその北斗無双だと、うん、3ラウンド目と4ラウンド目と最終ラウンド、はい、うん、そうはちょっと言ってみよう、何個かって言って8個入ったら止めて、入ったら止める。素晴らしい、それ大事ですよ。 そこだけちょっとね、あの襲うんだよね、うん、はい、分かったでしょ。分かった分かった、はいはい、全部閉まるけどそこだけちょっと長いところで閉まる、うんうん、ね、素晴らしい、覚えました、それは、はい、いいと思います。ちなみに言うと、これまたあれですけど、僕はそこにひねり打ちを加えてるからね、少しね。うわぁ、出た出た、ひねり打ち。そこまで言わなかったけど、はい、まあ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 、いいですね、それいいですね。ワンツーのやつでしょ、ひねり打ち。そう、あ、動画見たのね。そう、動画、はいはい、見せてもらって、ワンツーのやつね、はいはい、いいです。あと何教えました。あとは、はい、ね、北斗無双ででしょ、北斗無双で、なんか今思い出せるのは、うん、まずこうラウンド数のところ、はいはいはい、光るところ、うんうん、あれで当たったラウンドが分かる。あ、ランプね。そう、ランプ。あ、これ何ラウンドだってね。そうそう、はい、メモ取らせましたからね。どう、タンタがさ、あの1ラウンドって何個取れるかっていうのを、うんうん、まあ、ちょっと今携帯切れちゃったからね。切れちゃったからね。ちなみに僕は回転数、僕の台が、18.78 回制だったよね、まあ、結構上がっていったんだけど、で、1アンダーで153個取りました。うわ、はい、タンタン、どんくらい待った、多分、タンタン誰も待ってたってね。待ってた、めちゃめちゃ20個たまに30超えてた時だったよ。マジでびっくりしたの、自分で。なんでこんなに当たらないんだと。30超えてる当たらないって、それよくわかんないけど、それ関係ないんだけど。そうなの、回転したら当たるもんじゃないんですか、はい、回転が多いからこそ。あ、まあそう、中、あの何、あの宝富士の剣をたくさん買えるというイメージだね。そうそうだね、はい、それがないなと思って、はい、30待ってました。すごいですね、まあまあ、でも平均したら多分20ちょいぐらいかな、ちょいぐらい十分です。はい、止め打ちは、まあ、できなかっただろうけど、はい、はい、十分だと思います。はいはい、はい、他には、北斗無双だよね。前、私初心者だけど、うん、もっと初心者だった時教えてもらったのが、はい、3で止めるだったのが、それを 2.8 で止めるんだよ ね、 一応ね。それを今日めちゃめちゃやりましたよ。あ、素晴らしい。あとちゃんと保留さんで、うん、北斗無双当たない数字当たり見せるから、その時に2校中一生懸命やったね。やってた。 あれも素晴らしい。わ、見てくれたの。見てるよ。めちゃめちゃ頑張ったよ。ちゃんと堀江さん2個打ちにして、はい、で、入んなかったらもう1回2個打ちして、やりました、はい、素晴らしい。あと教えたのが、最初の初当たりで確変だったら6ラウンド終わった後に打ちっぱなしにしてって言ったの。確変、あ、で、最初の6ラウンドが確変だったら、うん、最後がパカパカって開くからそれ打ちっぱなしにしてって言ったの。それちょっと分かってなかった。あ、分かってなかった、うん、確変だったらパカパカが開くんだよね、8回とか、うんうん、そこに弾ぶち込めるからさ、だから最終ラウンドでも止めないで打ちっぱなししちゃいけないな。確変だからか、3回か4回今日確変あったもんね。ほぼ最後の単発以外は確変だったから、だから打ちっぱなしにしてって言ったね。最後単発だったら、うん、だったんだけど、タンタンが、3ラウンドの後に一瞬パカッとするから、うん、そこもまあ1個僕がぶち込んだんだけど、うん、はい、まあまあそんなところですね、北斗無双、大事なところは。あ、なるほど、うん、勉強になった、はい、あと、最後に電柱確変終わって、うん、弾をたくさん入れて終えたいから、まあ、本当打ちっぱなしだけだけど、打ちっぱなしにしてって言ったの、最後。最後はどこの電柱で、最後、ST とかが130回転で終わるじゃない、うん、130回で終わってても、電柱がまだ開いてるんだよ、うん、そう、だからあそこ試合ってる間に保留を残せるチャンスなの。ああ、そうそう、あ、そっかそっかそっか、うんうんうん、そう、それでこう入れてって、そう、最後まで入れてっていったので、最後その画面が切り替わった時に残ってるのね。はい、はい、そんな感じでございます。わかりました。はい、まあ自分にも撮ったらちょっと帰ってできる人の動画と自分の動画と見比べて、そう、今日それしようと思って撮ったの。はい、なんで私ここ止め打ちができてない、どれだろうって思って、うん、その見比べようと思って。あ、素晴らしい、ちょっとしてみてください。
してみます。はい、ということで、まあ、タンタンのパチプロへの道次回もあると思いますのでお楽しみください、そうですね、教えてもらいます。先生、はい、お願いします。はい、次回はもうひねり打ちをマスターしてください。ひねり打ち、まあ北斗さん別にするまでもないかなっていう状況だけど、ひねり打ち必須の大事とありますので、そこをちょっとできるようにして教えていきたいなと思います。わかりました、頑張ります。はい、というわけで、はい、今日はあれ一日お疲れ様でした。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、じゃまた次のところでお会いしましょう。バイバイ、バイバイ。